スキーが、はい、物申したいこと、指を返してあげてください。はいはいなの、返してくれるの、はい、いや、でもさ、なんかプレゼントをさ、誕生日プレゼントだよってさ、もらったものをさ、返してよって言われてるようなもんだよ。いやいや、誕生日じゃねえよ。一理あるね。いやいやいや。ねえよ。プレゼントされてるの、指って。指を人質にして最後まで放送見てもらうために。いや、最初はさ、そういう魂胆だったじゃないか。うん、知らねえ。でも、コロニスキーに変化していった人たちっていうのは、うん、もう自らの、あれ、指を惜しまないのよ。はい、あ、なるほどね。コーニちゃんのが欲しがるなら、みたいな。なるほどね。コロネは、指欲しいの、実際。いやー、あんまり求めてはないよね。嘘でしょ。行き場のないこの指が。やばいぞ、マジで。どうしたらいいの、これ。でもくれるんだったらっていうことで、あの、お家にね。あ、コロさんも好意でもらってあげてるんだ。そうだよ。これはどういうことなの。コロネスキーさん、これほら見て、激震が始まったコメント欄が。コロネスキー。コロネスキー。震える。あっちは好意であげてたし、コロさんは好意でもらってたっていう。やばい、そうだよ。コロさんやばい、なんかピーマンめっちゃ流れてきてる。何これ。やばい、これピーマンの。名古屋の流れが来てる。ピーマンくれてるよ、みんな。ピキピキピーマン流れてる。リスナーさんがちょっと怒ってるとピキってる時に。あー、なるほど。あー、怒ってるで今。これ大群で攻め寄せてくるぞ、これ。ここで。そうだよ。ケミが始まるかもしれん、マジで。やばいね。マジよ。なんか和解してくださいね、ちゃんと。はい、和解します。はい、お願いします、はい、じゃあお次、健康には